こんにちは、脱力系マクロビチャンネルのやっちゃんです。今回はですね、豆乳ホイップクリームのより固く作れるバージョンを紹介したいと思います。1ヶ月ほど前にですね、豆乳ホイップクリームの動画を上げたんですけれども、あれからまたさらにちょっと試行錯誤してですね、固形成分の多い豆乳を使うと、もっと簡単にもっと硬いクリームが作れるということが分かってきたので、今回はそれを動画に上げてみたいと思います。それでは行ってみよう。それでは材料を説明していきます。今回使う、豆乳はスジャータの飲む大豆、これは固形成分が 13% の商品です。そしてですね、油は菜種のサラダ油ですね。そして、糖類もできるだけ固形成分を増やすために、固形の、てんさい糖とかきび砂糖みたいなものの方が固いものが作れます。そして、お酢、レモン水、どちらでもいいです。そして塩一つまみです。まずボウルに氷を入れたら、そこにお塩を入れて、ここで冷たい状態をね作っておきます。そしてここに冷たく冷やした豆乳を入れていきます。お塩を一つまみ入れて、ブレンダーにかけていきます。糖類も入れていきます。お酢も加えていきます。少しとろみがついてきました。ここに油を少しずつ加えていきます。こんな感じで出来上がりました。豆乳クリームにバナナを混ぜて、ミキサーにかけたのを凍らせてアイスにもできます。最後までご覧いただいてありがとうございました。このチャンネルでは、ゆるーくマクロビオティックを楽しんでいただけるような、動画を上げています。チャンネル登録をしていただくと、新しい動画ができた時に通知がいくような仕組みになってますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。